堀江雅樹と言います。カメラマンの松山雄介です。僕の人生を変えていただいたもうカメラマンですね。やばいっすか、はい、嬉しい。本当に僕結構美容業界というかは結構限定的なところしかやってなかったんで、うん、堀江さんは僕序盤の方で知り合った方なんですよね。多分その美容ウォークやり出す中では、雑誌とかではご依頼もあったんですけど、基本的には美容師さんとのセッションってあんまり僕まだそこまでやってなかったんで、それぞれこの一般紙やったりとか。で堀江さんは昔からやっぱおしゃれでしたけどね、とってもその。本当ですか。はい、あの一発目すごい覚えてますもんね、赤鬼と、はいはいはい、赤鬼と黄色鬼やっぱりいろんなカメラマンさんと僕も松山さんと知り合うまではセッションさせていただいてたんですけど、松山さんに撮ってもらうというか、松山さんと一緒に撮影する空間っていうのはなんかこう楽しいんですよね。なんかこうモデルさんの持ち上げ方とか、あとはその一緒にやる美容師さんとか、まあ、アシスタントとかスタイリストさん編集さん含めてなんかみんながこうハッピーになるような空気感を松山さんってこう作れるじゃないですか。なんかそれがすごいなっていつも思っていて、あとあの写真撮ってる時とかも多分見てて分かると思うんですけど、やっぱモデルさんをこう上げるっていうのがやっぱすごい上手いんで、モデルさんがやっぱり乗ってくるんですよね。だからそれはこう他の方にはなかなかできない、すごい松山さんの強みというか、こう撮る技術というセンスもそうだとは思うんですけど、やっぱりこう人をこう上げれるこうピース風な、なんかそのハッピーな感じっていうのがやっぱ松山さんのやっぱり良さというか。ありがとうございます。嬉しいです。そう、僕も実はそれすごい意識してるというか、あのやっぱ空気作りが僕すごい大事だなって撮影いつも思ってて、その美容の撮影って割とモデルさんがそのプロのモデルさんがあるけど、こう大事なお客さんを使ったりすることも多々あるし、その中でやっぱ現場の空気が一番大事だと僕思ってるんですよね。やっぱどんなかっこいい作品でも現場は本当にさっき言ってもらったピースフルに、もうみんなが笑顔があふれる現場がやっぱいい作品が生まれるんじゃないかなって僕のスタンスとしては思ってやってます。でやっぱ堀江さんはそれすごいやりやすいです。また堀江さんの撮影はなんか僕もいつも笑顔があふれちゃいますね笑ってますもんね。やっぱ楽しいですよやっぱり。そもそもその僕撮影なんてって言って方悪いんですけど、極論なくてもやっていけると思うんですよ美容師さん、うんね、ぶっちゃけなくてもね。変な言い方かもしれないですけど、まあある意味余計っていうこと言い方悪いけど、まあ、なくてもいいものであればそこは楽しくてもいいと思うんですよね。苦痛を伴ってやって撮影しても多分いいものはあんま生まれないんじゃないかなって思ってて、なんでやっぱそれが多分近い感じでできてるから、きっと作品とかもいいノリでできるのかなと思いますけどね。そうですね、うん、確かに僕自分一人でまあ、美容さんももちろん撮られる方もいるし、ね、自分で全部やられる方ももちろんいらっしゃるからなんですけど、僕は何だろう、まあ、写真撮れないっていうのもあるんですけど、やっぱりこういろんな人とこう一つの作品を作るっていうのに魅力を感じていて、やっぱり自分がいいよねとか自分がいいって思うものには結構こう限界があるなとは思っていて、でそれをこうやっぱりスペシャルなカメラマンさんとかスペシャルなメイクさん、あとは洋服のスタイリストさん、あとはまあアシスタントとかで若い子たちの意見とかもやっぱ取り入れると、やっぱり自分の可能性をよりこう広げてくれるんじゃないかなとは思っていて、なんかやっぱりこうセッションっていうのはすごい大事にしますね。本当ですね、僕もそれはすごく思いますね。あのおっしゃった通り美容師さんで撮れる方もたくさんいるし、もう全然それいいことだと思うんですよ。全然もう今デジカメだし撮れる時代なんで、撮ってもらうことでは全然いいと思うんだけど、多分自分だけでやって自分が好きなものに絶対なると思うんですよね。俺これが好きだからっていう風から触れないと思うんですけど、やっぱいろんな人が入るとその人のいいところとか、そのいろんなこの化学反応が起こって生まれる作品ってやっぱもう真似ができない作品になると思うんですよね。なんですごく僕はやっぱり楽しいし、セッション感大事だなと思いますけど、ね。まあ、僕もともとモノクロがすごい好きなんですけど、写真ずっとモノクロやってたし、でまあこのコロナ禍っていうものがあって、誰が見ても尖ってる作品ってあるじゃん、なんていうんですか、かっこいいんだけど、かっこよさの中にこう可愛さっていうんですか、こうねシュールさであったりとか、そのたくさんの人が昔よりもたくさんの人が逆に見る時代だと思うんですよね、うん、その作品を。昔結構美容業界って業界が見る作品だったけど、今って結構いろんな人がたくさん
触れる機会が多くなったから、うん、僕はその全然美容業界じゃない人が見てもおしゃれだなって思ってもらえたり可愛いなって思ってもらえたりで、そこに美容師さんの こだわりがね、その番組のラインとかが噛み合った作品がいいのかなって思います。なんか自分一人自分たちだけので消化するものが結構昔は強かったと思うんですけど、この多くの人に向けて可愛さとかおしゃれさとかが伝わる作品がいいのかなっていうふうには思いますね。このバランス感大事ですね、うん、そうですと思いますね、はい、でも本当に松山さんがおっしゃるように、なんか僕どちらかというとこういろんな人とセッションするとみんながいいよねっていうところに落ち着くじゃないですか最終的に。いや確かにそういう意味では松山さんがおっしゃるようなのってそうなのかなとやっぱ思いますよね今の流れと。あとは僕もなんかいくつかフォトコンテストの審査員はさせていただいてるんですけど、どうだろう、やっぱりこう傾向というかどういうのが入るかっていうと、やりすぎずやらなさすぎずちょうどいいところに落とすっていうのがやっぱすごい難しいけど、やっぱそこが求められているのかなというか、うん、だからこう攻めればいいってもんじゃないし、うん、逆にマイナスするしすぎるとインパクトがなくなるし、何もしないね。なんかそこのバランス感、トータルで見る写真のバランスっていうところをやっぱり求められますよね。そうですよね。プラスマイナスというか。確かに確かに。結果やっぱ僕あとすごい大事なのが、やっぱ堀さんとかすごくそれうまいなと思うんですけど、似合ってるかどうかだと思うんですよね。そのやりたいデザインとモデルさんが似合ってなかったら、どんなかっこいいヘアスタイル作っても似合ってないなってなると結果似合ってないですもんね。そうですね。なんでこれがやっぱすごく大事かなって思うんですけど、その美容師の作品で時たま思うのが、多分普段って、ね、似合わせをきっと皆さんベースにやってるんだけど、作品っていう言葉がついちゃうだけでクリエーションとかね、なんかその自分の気持ちが先行するのはもちろんいいんですけど、似合ってねえなって思う時はやっぱこの子にこれは似合ってねえなって美容師じゃない僕が思っちゃう時があるから、そこが意外とね、難しいのかとか、ね、ちょっと気持ちが先行したのか分かんないけど、確かに割とそこのそういうふうに起こる理由として多分こうやるプロセスというか、なんかそのやりたい絵作りというか、その絵からまず多分入る人が多いと思うんですけど、やっぱりモデルさんありきで、じゃあこの子に似合う世界ってどういうところからっていうところを多分順番ずれちゃうと、なんかね、だからまず最初にモデルさんを決めるというか、このモデルさんで行くっていうのが決まったら、じゃあこの子に合う世界観って何だろうとか、多分そういうプロセスを踏むとあれなんでしょうけど、確かに確かに多分そこがずれちゃうとやっぱそうなりやすいですよね。そうですね、世界観が先行しちゃってからモデルをはめ込んじゃうと起こりえますよね。ちょうどこの間というか前に、内田さんとか野口さんとか、あのカーニバルのカズ君とかとクラブハウスで、あのクリエイティブのあり方というか、すごいテーマでしたね。そうですよ、どうなんだっていう話をしてて、はいはい、で割と、まあ、宇宙さんだったりとか、うん、そういうクリエイティブ系サロンと言われるところって、こう自分たちが普段サロンワークでやってるデザインとクリエイティブデザインの差があまりないじゃないですか。確かに。だからそこがこうなんだろう、クリエイティブやることとサロンワークが割とこう直結してるし、うんうん、マネタイズできるというか、そういう発信をしても、まあ、お客さんが来てくれるっていうところで成り立ってるみたいな話だったんですけど、うんうん、僕の場合実際そういうね、こういうようなお客さんってほぼいないんで、でただなんか僕がこうそういうふうなものをやる理由は いくつかあるんですけど、まあそのこれを通すその過程だったりとか、いろんなところのスキルとかもあるんですけど、なんかこうコンテストに出すっていうこと自体がやっぱりこう自分がそのまあ取れればいいですけど、どちらかというと悔しい思いしてる方がやっぱり圧倒的に多いじゃないですか。でそういうのをこう味わうことによって、やっぱりこう何くそもっと上手くなりたいっていう気持ちになれるじゃないですか。なんかそれがなんかこういつも自分をこう成長させてくれてるなっていうふうに思うんで、だからこう自らやっぱりそういう悔しい思いをしに行く場というか、なんかそういうものな気がするんですよね。でそのツールがやっぱりそのクリエイティブっていうものであって、でそこからこう学ぶそのサロンワークでの感覚だったりとか、そのクリエイティブの1ミリのこだわりがサロンワークにつながる部分ももちろんあると思うんですけど、そういうことをこうどんどんトライして
こう悔しがってトライしてっていうところでこう成長するっていうのがなんかこう自分にはすごくこうガソリンのようなもので、うんうん、なんかそれがいいなとは思いますね、うん、すごくいいですねそれ、うん、だからなんかこう成長が止まった時っていうのはもう死ぬ時かなって思うぐらい、うん、やっぱりこう常に何かしらこう自分成長したいなっていうのはやっぱあるじゃないですか、うんうん、だからこう、うん、そういうのやめた時っていうのはもしかしたらなんかサロンワークはやめた時なのかなって思うし、うんうんやっぱり正直お客さんもなんかこう成長したいと思っている美容師さんに切ってもらいたいじゃないですか。そうですよね、うん、なんか成長が止まってる人に、そうですよね、絶対嫌じゃないですか、うん、嫌ですよね、なんか大事な髪を、うんね、だって毎回来るたびに新しいうまさがあってなんかこうエネルギッシュでなんか成長したいと思っている美容師さんって何かいい提案してくれるだろうって思うだろうし、そうですね、確かにそこのなんだろうバイタリティというか、うんうん、それがすごく大事だなと思ってるんで、そういいですね、いやすごくいいと思いますそれ、うん、なんかやっぱ悔しいを蒸しに行くっていうのはすごくいいですよね、なんか確かにそれって、うん、僕はまあカメラマンなんでちょっとあれなんですけど、まあ、おかげさまでいろんなこう撮影が、まあ、僕人物中心ですけどある中で僕こういうのがやっぱ一番楽しいんですよ、そう数ある撮影の中でもやっぱ特にこう美容師さんとこのクリエーションと言われる撮影ですねをやるのが僕すごい好きで、うん、これがそのやっぱ堀江さんの気持ちにも通のがあるかもしれないですけど、やっぱもうお互いのこう気持ちのぶつけ合いというか、うんうんうん、熱いんですよねやっぱりこう作るものが、うんうん、やっててすごい写真が楽しいんですよね、なんであの堀江さんが言ったみたいに僕にとってもやっぱこれがガソリンじゃないし、うん、エネルギー源になってるのかなっていう気はします、あとはもしくは全くつながりがないのであればインスタグラムの DM 一つでその人にアポイントが取れるんで、はいはい、ビデオ流してかっこいいじゃないですか、映画ってもう全てが、だからその映画のシーンを撮ってますよカメラで